ちょっと覗いてみましょうか、ビルさん。よし、一丁やってみっか。目を覚ませカカロット、楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ、そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。さっきから気になっていたのだ、後ろにいるのはお前の子ではないのか。違う。あの尻尾は何だ。サイヤ人の血を引いてる証拠じゃないか。何だってんだよ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんだよな。ちょっと息子を貸してもらうとするか。それ以上ご飯に近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。話にならんな。山田、話にならんな。山田、カカロットよ、子供は預かっておく。明日までにこの星の人間を100人殺して、ここに死体を積んでおくのだ。もちろん死体がなければ、この息子は死ぬことになる。じゃあな、明日を楽しみにしているぞ。奴の後をつけてきたのだ。その二人と言っても奴は倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが言ってどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。貴様と組み、奴と奴の仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して、今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。ブルマ、レーダー貸してくれ。え？あ、はい。おめえ、キントーンの速さについてこれるか。ふざけるな。
俺様のは貴様のような情けない武空術とは違うんだ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな、身の程知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ。死んでしまえ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろう。俺の他に生き残った二人の最悪はさらに戦闘力が上なんだぞ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。プレゼントしてやる。そうだ、プレゼントしてやる。孫悟空、貴様、新しいとっておきの技なんかないのか。何な。ちっと抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か？ああ。だがこの技は火を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様はその間、やつと一人で戦って注意を引きつけろ。よし、食い止めてみっか。トン！トン！プレゼントしてやる。弱を捨ててやつ。えい！ありゃ！そいつはどうだ。そうだ、プレゼントしてやる。何？戦闘力1307？お父さんをいじめるな。うわー、怖っ。やめろ、やめてくれ。まだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな、すぐに会わせてやる。あの世でな。貴様、ピッコロ、早くあの技を。貴様正気か。おめえを倒すにはこれしか方法はねえんだ。待たせてな、覚悟いいか。あれ？待て！魔眼光殺法！この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。そったり、だが、いいことを聞かせてもらったぜ。
これまでの状況は全て遥か宇宙にいる俺の仲間二人に通信されている。この俺がやられたことを知って必ずここにやってくる。その二人がここにやってくるな。いつ一年、たった一年後だ。一年、さらに強い戦士が二人。今度こそ、貴様らの勝てる可能性はゼロだ。一年の間に、せいぜい楽しんでおくんだな。バカな仲間どもが死んじまってショックか？そういやもう一匹バラバラになったチビもいたっけな。ピッコロ、なんだその面は。気に入らねえな。そんなにあっさりと殺してほしいのか？許さんぞ、許さんぞ貴様ら。ベジータ、カカロットの戦闘力はいくつになった？8000以上だ。8000以上？そりゃ間違いだぜ、故障だ。てめえなんかがこのナンパ様にかなうわけがないんだ。ベジータ！動けないサイヤ人など必要ない。死ね！ベジータ！なんてやつだ。自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。だってあいつはすごすぎるんだよ。
かえって悟空が気を使って邪魔になるだけなんだ。すまねえな、あいつの強さ思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。場所を変えぞ。好きにしろ、同じことだ。よし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。なるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけか。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いクズ野郎が貴様のように大した敵のいない星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。そのおかげでオラはこの地球に来れたんだ。感謝しなきゃな。それによ、落ちこぼれだって必死で努力すりゃエリートを超えることがあっかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。許さん、絶対に許さんぞ。もうこんな星などいるもんか。何だとは。俺の外国法は絶対に食い止められんぞ。地球もろとも宇宙の塵になれ。じけて混ざれ。なんだありゃ、何したんだ。尻尾をなくしてしまったことを後悔するがいい、カカロットよ。なんだ、ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。僕戻ります。ご飯、俺も行くよ。行くってば。どうだカカロット、これで貴様はもう終わりだ。どうなってやがんだ。大猿の化け物。なんだってんだ。
なんなんだぎゃあの化け物は。オラと地球の元気玉食らわしてやる。砕け散れ。そうか、やっとわかったぞ。じいちゃんを踏みつぶして殺したも、武道会場に現れて会場をぶっ壊した化け物っちゅうのもオラだったんか。ごめんよじいちゃん、こいつとんでもねえやつでさ、多分オラの気を全部使い果たさねえと勝ち目なさそうだ。死んじゃって、この家にまた行ったらさ、謝りに行くよ。オラのこいつ止まれ。出すために精神集中する暇もねえ。たった10秒だけでいいんだ。集中する時間が欲しい。よし、この距離なら。これで終わりだ、カカロット。たとえまた生き返ったとしても、その時にはもうこの星はない。死ね。イーたちの最後っぺってやつだ。これでオーラには鼻くそをほじる力も残っちゃねえや。好きにしろ。この俺の顔に傷を。握りつぶしてやる。せいぜい苦しんで死ね。今ので随分骨が折れたようだな。痛いか？何か嫌がるな。どこだ？
は。元気玉だ。やったな。何やっとんだきゃバカ野郎、早くそれやってまえ。何？あのバカ。くそったれ。はあ。ん？羽形成ご飯。そいつは味方だ。Thank you.